2012年、国家公安委員長として入閣した、蔡の小平昌平忠政は、日本の政治家。衆議院議員、農林水産政務次官、衆議院停止委員長、衆議院農林水産委員長、衆議院外務委員長、衆議院議員運営委員長、東京電力福島原子力発電所事故に係る、両議員の議員運営委員会の合同協議会、会長、 国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣などを歴任。2015年局日大受賞受賞。北海道空地郡岩見沢町にて生まれた。北海道札幌南高等学校を経て、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業した。慶応義塾大学卒業後、ワシントン DC のジョージタウン大学大学院への留学を経て、1969年に、 総合商社である東洋面下に入社した。1972年に退社し、その後は故郷である北海道に戻り、空地群栗沢町で牧場を経営する。民社党北海道総務局役員を経て、1990年の第39回衆議院議員総選挙に、旧北海道4区から、父、小平忠の後継者として、民社党公認で出馬し、初当選。 以後連続7回当選。1993年の第40回衆議院議員総選挙で再選し、直後の主犯指名で、細川森広氏で政治改革政権与党の一員となる1994年6月自社差、連立政権発足し鳩山は、与党幹事長で自身は野党の一員となり、民社党会党に伴い、野党第一党である新進党の決闘や、 民社協会結成に参加。新進党北海道連副会長として、第十三回統一地方選挙や、第十七回参議院議員通常選挙で、新進党の統制拡大に尽力していたが、九百九十五年九月に、総科学会からの講演会への介入に反発し、離党した。その後、中選挙区時代は、対立候補で小選挙区以降で戦うことはなくなった。 鳩山に誘われ、鳩山が代表を感じたる与党の新党先駆けに入党した。1996年、内閣総理大臣指名選挙で自由、民主党総裁の橋本龍太郎を支持し、第1次橋本内閣で農林水産政務次官に任命された。野間久と共に同職を務め、第2次橋本内閣の発足に伴い、退任した。1996年、 旧民主党の決闘に参加した。同年の第41回衆議院議員総選挙では、北海道10区にて立候補した。この選挙において、自民党の前職である渡辺翔一に小選挙区で干渉した。また、北海道における民主党の基盤づくりに尽力し、自身の支持基盤である農民組織と労働組合と民主党という三軸体制を作り上げた。 その際、北海道総支部連合会の初代代表に就任した。その後、衆議院定止委員長、農林水産委員長などを歴任した。また、党内のグループでは、主に鳩山グループに属しつつ、政権交代を実現する会や民社協会にも所属した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、当時自民党総務局長だった。 鈴木宗夫の強い後押しで、渡辺昭一の長男である、渡辺光一に、公認争いで勝った元の推奨課長の山下、隆を大差で破り、比例復活も許さなかった。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、再び山下を大差で破ったが、比例復活を許した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、 優勢民営化に反対し無所属で再選を目指す。山下、自民党の飯島ゆうかりの猛追を受けるが、飯島を破る小選挙区で6選。同年、民主党代表の前原誠二の下で、党大議士会の会長に就任し、前原の公認の代表である小沢一郎の下でも留任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、飯島を大差で破り、7選。 その後、民主党の中央選挙管理委員会にて委員長に就任し、2010年の2度の民主党代表選挙を取り仕切った。同年9月、衆議院外務委員長に就任した。2011年9月、衆議院議員運営委員長である、川端達夫の総務大臣就任に伴い、公認の議員運営委員長に就任した。同年11月、 国会に新設された東京電力福島原子力発電所事故に係る両議員の議員運営委員会の合同協議会にて初代会長に就任した。2012年10月野田第三次改造内閣の国家公安委員会委員長兼内閣府特命担当大臣として初入閣。10月23日のミホーム大臣。 拉致問題担当大臣の田中慶修が辞職したことに伴って内閣法第10条の規定にのっとり法省を呼びなち担当省の職務を遂行する国務大臣に指定された。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では小選挙区で公明党前職の稲津久氏に敗北し比例復活もならず落選した。2014年の 第47回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を事実上引退する。2017年の第48回衆議院議員総選挙ではかつて自身の秘書だった立憲民主党の神谷博士ではなく小選挙区で争った稲津への支持を表明した。ありがとうございます。